はい、アンスタです。ちょっと遅くなっちゃったんですけれども、今回はこの、クラス別スカウト1の A を回したいと思います。そう、イベントのね、結果とか言おうとしてたんですけど、ちょっとガチャ取るの遅くなっちゃって、気づいたらもうバナーなくなってるみたいな。次のねイベント予告、そう、キンプリコラボのやつがね、なってちょっと前のイベントのやつ消えちゃったんでね、まあすいません。まああのあれかな、無事にゆずるを5枚5凸して、あとぼっちゃまが4凸で終わりました。無事に終わりました。はい、ありがとうございました。はい、とても楽しかったです。ということで、1の A のクラス別スカウト今回回したいと思います。はい、1年生がね来まして、はい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 、かわいいねみたいな。まずテトラ、シノノン、いやマジで1年生はみんな可愛い。ああ、そしてね、真っ白くん、今回の一番狙いですね。うん、で、ひなたくん、緑という感じでね、はい、頑張って回していきたいと思います。いやー、あわよくばやっぱり星5欲しいな。私多分星5、テトラの星5は1枚も持ってなかったと思いますね。ただね、このシノノンずっと欲しいなと思ってて、なんだっけ、レインコート着てるやつじゃなかったっけ、これ。うん、すごい可愛いのでね、ぜひ、狙って。まあ、とりあえず、真白くんが出るまで頑張って回したいと思います。できたら10連できてほしいとは思うんだけど、どうなんだろう。まあでも5人なんで、なんか今回は10連で来てくれるような気がしてるんですけど、勝手に。ねえ、お願いマジで。で、まあ新しくね、こっちスカウトラウンドゲーム、はい、カサくんが星5で、星4にテトラのやつが来てるんですけど、もしね、こっちで10連できたら、ちょっとこっち単発何回か回したいなって思ってます。わかんない、こっちのね、うん、引き具合でちょっと悩みたいなと思っております。ということで、早速10連から行ってみたいと思います。いや、なんか今回はね、ちょっと来てくれるんじゃないかななんて。なんか変な自信があるんですよね。いやー、これはいたんですよ。あ、ほら、星4多いけど。お、緑。あ、持ってない。持ってない、この緑。かわいい。かわいい。いいですね。ゆるキャラの。いいね。持ってない緑の。お、シノノン。かわいい。かわいい。ちょっと、お腹、チラッと見えてんのよりかわいい。みんなと歩んできたんですね。あ、ちょい。来たかと思った。さあ、あと2人ですね、確定は。さあ、お願い。はぁ。確定でもこんなはぁはぁ言うなんてね。やばいよね。お願いします。お、緑、やったー。気づけばこれが普通になってたな。いいですね。ありがとうございます。ちょっと緑ね、欲しかったんで嬉しいですね。やったねー、シノノン。シノノン2枚目。ああ、マシロくん。くっそー、やっぱりちょっと謎の自信はちょっとね、うん、まあ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 、でもシノノンと緑が来てくれました。やったね。持ってないこの緑のやつ。中二病か。あ、いいですね。私中二病全然持ってなかったからいいかも。解放できてなかったんで、やりました。んで、シノノンと、シノノン2枚に緑が1枚ということで、ありがとうございます。ということは、あと3人か。あと3人くれば。いいですね。やっぱり、人数がね、ちょっと少なめだといいよね。お願い。はい。さあ、20連目です。
あ、昇格一個か。あ、何？ビビった。やった。これあれだ。あれだ。透明な仮面？透明の仮面の。やった。マジで？嬉しい。ちょっとマジ六。ちょっと私のこのなけなしのマシロくんが今爆発してるぞ。なんかね、いつもねマシロくん、ね、なかなかこういう確定でもね一番最後に来たりとか。あ、シノの3枚目ですね。ありがとうございます。シノの3枚目。いやマジでさ、シノの待ってるよね。え、シノの待ってるからマシロくん早く来てくれ。さあ、あと2人が、あ、やべ、昇格。あー、ちょっと待って待って、20連で4枚20連で4枚なかなかの引きやな。あ、昇格、これ、はい、テトラですね。ありがとうございます。待って、あとじゃあひなたくんとましろくん、マジ着々とましろくんフラグ立ててくな。ということでテトラですね。ありがとうございます。マジでなんかね、すぐに終わると思ったんだけどな。ということで、でもね、星5のマシロくん来てくれたんでありがとうございます。最近の星5ですね。かっこいい、かっこいい、いいですね。仮面かぶってるやつだよね、あれ。仮面なしバージョンも見てみたい。はい、あと2人お願い。マジで石がああ、はい、いやーお願い、30連できて。あー、星4がいっぱい。シノノン、お、やば、ちょっとどうしたの。あ、でもしかも持ってないシノノンだと思う、これ。あのお菓子作ってるやつじゃない？やったー。あれなんだっけこれ、あのエロティックなやつ。あ、テトラ、ありがとうございます。マジでやばい、 ラビッツーンが来てる。ありがとうございます。やばい、お願いお願いお願い。テトラ1人目、あと2人。うーん、テトラ2枚目。待って待って待って、最後最後、あと、待って待って。いや星5は嬉しいんだけどさ。いやー、あー、びっくりした。ちょっとお願い。あー、ひなたくん、ありがとうございます。待ってよ、マシロくん、なんでいつも私をこうじらすよね、じらすよねじらすよね。でも嬉しい嬉しい、このシノノンはめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ジャスミンティーのやつだ。サロンドテはね、もうストーリー解放してますね。読んだんですけど嬉しいです。やったね。衣装2個あるじゃん。あ、そっか、エプロン姿とサロン店員衣装ね。いや、あの衣装めっちゃ可愛かったからな、嬉しいですね。で、ひなたくん、ひなたくん来てくれました。ありがとうございます。はい、ちょっとね追加してきました。はいあー、もうこれで来てほしい。40連目で、え、多分今までのクラス別で1年生これが一番多く引いてんじゃないかな。確か今まで最高で30連じゃなかった？ちょっと忘れちゃったんだけどさお願い、マジで。あ、緑ですね、この T シャツ可愛いよね。お願いします。いや、まさか私1年生でこんなに。あ、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 こっちの緑ですね。さあ、ひなたくん、ひなたくんお願いで、テトラあとマシロくんで終わりなんだ。マジで、おーい、マシロやーい、マシロやーい待って、あ、飛ばしちゃった。待って、今の緑でしたね。ありがとうございます。マジでマシロくんだけ来ないんですけど。で、テトラも気づけば4枚目、ひなたくん2枚目、緑2枚目、4枚目、しののも4枚目だったよね。お願い、これで来い、これで来い、お願いします。
50連目。5人しかいないのに50連目。だってあとさ、1の B やって、1の B ありまして、あ、はい。お、すごいなんか、懐かしい緑やな。で、1の B あって、あと、先生とさ、お、来た！ちょっと、頑張った！もう、いやマジで私今回でもう自分らしさを少しはつかめたかな。いやでも可愛いから許す。いやでももう確信しましたね今回。あ、可愛い。もう真っ白くんがやっぱり私とちょっと相性一方通行というのがねもう分かりましたね。やっぱりこう迷惑じゃないよね、いいよね。ありがとう。いやでもね、まあ来れば勝ちなんでね。ということで、あのさりげなくシノノンがごと貫突しましたね。ありがとうございます。シノノン5枚来て真白くん1枚という、ありがとうございます。まあこのね可愛さの前ではもういいよ。うん、いいよ。そう、キンプリコラボね、あのガチャ、去年みたいに弱ペダみたいにガチャで来るかなと思ったんですけど、今回ガチャは来なかったのでね、うん、それがちょっと救いだった。うん、ということで、まあちょっとね本当はこっちも引きたかったんですが、まああのまさかのね50連かかったということで、ちょっと今回このカサくんもねめっちゃねかっこいいんですが、しかもなんか RPG っぽい感じね、なんですが、まあちょっと今回はあのはいあれしたいと思います。はい、星さんが確かそうシノノンと、え、このなんか可愛い衣装、あ、そっか、スマホゲームを してるってやってましたね。いいですね。だからみんなスマホ持ってんのか。くそ、かわいいな。ちょっと衣装も一応。あー、いいね。騎士って感じ。いいね。お腹見えてるよ、テトラ。いいね。いいですね。はぁ、欲しかった。はい、ということで今回ね、50連、ん ?50 連だよね。50連回して、マシロくんなんとか1枚ゲットすることができました。はい、ありがとうございました。ちょっとねなかなか辛かったけど、でも、まあ、無事に来てくれてありがとうございました。2の B に引き続きコンプしましたね。はい、あ、んだよね。ということで、あと残るは2の、うん、1の B と、あとあれか、先生と多校生のやつ。そう、先生と多校生のやつがね、そうだね、ちょっと欲しい人が2人いるんで、うん、ちょっと怖いですね。うん、はい、ということで、まあ明日からのキンプリコラボとても楽しみです。なんかいつものイベントとちょっと違うのかな、どうなんだろう。でもランキングイベントはあるみたいだから、多分ランボがねアドニスだと思うんで、ちょっとこのねやっぱアドニス欲しいので頑張りたいと思います。そう思うとやっぱこうダイヤがみたいな。まあでもね、やっぱりもうやっぱせっかくのコラボなのでね、すごい楽しみですね。はい、ということで、ちょっと遅くなっちゃいましたけど、1の A スカウトでした。ありがとうございます。